皆さんこんにちは。今日はこの富士トランスポートの FS74 低床4軸のショートキャブ2台、こちらをねご紹介していこうということでございます。今ですね2023年の6月も後半ということでですね、だいぶ暑くてですね、僕もただうろうろしてるだけなんですけれども、非常に汗をかいてですね、蒸し暑いなーって感じで、過ごしてるわけですけれども、今回そんなこともあってですね、当社の車2台羽の部分にこう看板がついてますけれども、カウンターメジャーアゲインストヒートストロークというね、こういう看板がついてるわけですよ。熱中症対策車ということで、いろいろ対策車両ですよっていうことをね歌ってるわけですけれども、実はねこの2台に関して庫内の温度、通常ですと、荷物のためにですね空調車ですとか冷凍車って言ってこう冷やしたりとか除湿したりっていう車はあるんですけれども、この2台はですね実は積み込みをする人のために涼しくなるように箱をいろいろ改良を加えて設計をした車ということになってます。でさらにすごいのが、こちらの2台、似たような形で外観は見えると思うんですけれども、2台とも、異なった対策を施しているというところが非常にね面白いところでございますので、ちょっとその辺を重点的に行ってみたいと思います。はい、でまずね手前のこの3359の車両から見ていきたいんですけれども、外観上はね通常のショートキャブの車両なんですけれども、目で見てわからないんですけれども、キャビンのルーフの部分とあと箱の上の部分にね遮熱塗料というのを塗っているというのと、この車はバンブーで床作ってるんですけれども、その床面のバンブーの下にですね遮熱のシートっていうのを入れてるよということですね。でちょっと余談なんですけど、今回この仕様の車からはですね、この歯止めケースもこう蓋付きのものに変更になってまして、ここに歯止めを収納して走行しますっていうのに改良してます。やはりねこれうち3点止めの歯止めですんでね、トラーロープだけブランブランしたりするんで、そういうのをちょっと防ぐために蓋付きのものに変更になってます。ちょっと熱中症対策とは異なるんですけれども、一応そういうね仕様にしております。庫内で操作をするんですけれども、変わったボタンが2つだけございます。で何が変わってるかというと、この庫内クーラーというボタンと換気扇というボタンがね追加になってます。実際これをね後ほど使っていくわけですけれども、どんな機構になってるのかっていうのをご紹介していきます。外側はねそれほど変更点はないんですけれども、最新のエクシオウィングになるので、このウィングの部分はラミルクスの樹脂製のね素材に変更になってます。なので、ね、だいぶ剛性がアップしておりますというのなんですが、後ろの方をね少し見ていくと、ここにミクニっていうメーカーの室外機みたいなものですかね、よくキャンピングカーとかの天井とかにくっついてたりするやつを今回トラックに採用させていただいてます。そしてここにはちゃんとリレーがついてるんでね、大容量バッテリーに変更してるんですけれども、そのバッテリーの電力を直にここに持ってきて、で庫内のキャブスイッチでオンオフした時にちゃんとねシャットダウンできるような構造になっております。決め手の一つはこちらということですね。もう一つこちらがですね、外部ファンというかベンチレーションと言われるものです。この出っ張りの内側にファンがあってですね、そのファンが回ると庫内の空気を外に逃がす、そういうね動作をしてくれます。なので先ほどのミクニさんの室外機、エアコンですね簡単に言うと、それをかけてここから外気を出すことによって庫内の温度が必然的にすごい下がってくると、そういうわけですよ。実際どんな機能になってるのかっていうのをちょっと見ていきたいんですけど、今ねちょっとこれ動いてますけど、まずねここがスイッチがついてるんですよ。でこれエアコンイリキリとなってますけど、今エアコン入れるとかかります。なのでここがね電源入ってかかってるわけですよ。今エンジン止まってるんでね、でこのエアコンのスイッチと、フロアの強弱のスイッチ、そういったものがここについてて、真ん中に関してはバッテリーがねもうなくなってきたらここ点灯するんで、そしたら使うのをやめて充電してくださいっていうような、感じになっております。で充電は走行中ねバッテリー充電すれば復活しますんでね、また走行中は充電しておいてくださいということですね。じゃあちょっと乗り込んでみましょう。で今ここついてますけど、ここからねだいぶ涼しい風がね結構な風量で降りてきます。ここから冷たい空気が出て、で前のファンから外にね空気を出していくということで、循環させることによってあったかい空気が滞留することを防ぐという機能になってます。あともう一つ面白いマニアックなところは、ここ床ラッシングがあるかと思うんですけど、ここに段階的に穴が開いてるんですよ。で実はここから空気を吸い取って、で要はここで吐き出す、であそこから吐き出すってことで密閉されてないんですよね。吐き出すだけではなくて、ちゃんと吸い込み口もこういったところに設けてるよということになっております。あとこの門口のところなんですけど、こちら側はね通常と同じぐらいの門口の段になるんですけど、こちらはねだいぶこう段がついてます。でここにはこの機械のプラスマイナスとかね、あとドレンが出ますんでね、水がそういったのをここにね今通してるような状態になっております。ですがね庫内エアサスとかね通常通りこう使えるようになっておりますので、車高の調整とかも可能になっております。
床は先ほども話しましたけど断熱のシートを貼ってたりですとかね、で内側もラミルクスっていう FRP 素材で覆われてますんで、まあ、多少のカゴの出っ張りとかね突起物があっても強度は全体的にね保たれるように設計し直してます。あとは庫内灯も1本の角の庫内灯に変わっておりますね。非常に涼しく、まあ、バラン荷物とかねそういうの積む時に快適に過ごしていただけるような箱の設計にしてるということでございます。続いてこちらもう一台の方を見ていこうということでございます。はい、でこちらは実は外観上ですとここから見てねマニアの方だったらわかるかな、ちょっとね一箇所変更になってるところがございます。こちらのマフラーカバーの後ろ側に冷凍機がね実はついてます。でそれに伴ってバッテリーとエアタンクをオーバーハングの方にねずらしてるという構造にしてます。であともう一つ面白いのがショートキャブにあんま冷凍車ってないんですよ。なぜかって言ったらこれは2コンプっていう今仕様、まあ、要は2つコンプレッサーがついてる仕様になってます。で直結で冷凍機に動力を注入してるわけですけれども、こういった仕様っていうのはメーカーの純正の設定ではないんですよ。なので今回はパブコさんと協力をしてこういったトラックをね1台こしらえてみました。特別仕様のお車ということになっております。ね、外観上運転席側は変更あったんですけど、こちら助手席側がね特に変更点はございません。箱の中です。あの前には大きい空調のねエバポレーターがついております。でこちらの上にはこういったファンがついておるわけですよね。で実はこれ観音扉もね FRP に変わってますんでね、昔みたいにちょっとつついてへこむっていうエクシオウイングの弱点があったんですけれども、そういったのは克服できているようになってます。中なんですけど空調が回っております。どれぐらい涼しいかねちょっと見ていきたいと思います。結構強力です。まあ、こちらのがね強力かな。でここから吐き出された空気を、まあ、ここのベンチレーションみたいなのがあるんでね、ここから吸い込んだのを真下に下ろすっていう、だからこう下にいると結構空調強いですね。ね、そういう機能がこうついてるわけですよ。でこちらの車の庫内はこういう下にね穴が開いてたりとかそういう設計にはなっておりません。まあ、エヴァから出した空気をここで下に下ろす、屋根遮熱塗料を塗って床には遮熱シートを貼ってるということで、ある程度ねこう涼しさを確保しようという感じになっております。とね、もう一点面白いところが、通常のこちらドライウィングの扱いになるんですけれども、なぜか8ナンバーということで、ちょっと面白いところの一つとなっております。あと重量の違いなんですけれども、こちらが12トン900取れてて、あちらが13トンちょうどということで、おそらくねこの手の車は13トン100だったんでね、こちらが200キロ減トンの、こちらが100キロ減トン、そのような感じになるかと思います。こんな感じで2台見ていきました。で後に見ていただいた方は、まあ、エバポレーターがついてるんでね、どうしてもエンジンをかけながらの仕様になるんですけれども、先に見てもらった方というのはだいたい60分から70分ぐらいはエンジン止めて使えるようになっておりますということで、実際この2台を入れてねどちらがいいのかというのを検証しながら、まあ、さらに量産して、まあ、注文できるものはしていくという形でね進めていきたいと会社では考えているということでございます。はい、まあ、そのような形でですね、富士トランスポートでは時代に合ったトラックっていうのをどんどん新しく開発をしていっておりまして、他社さんではなかなかないようなねトラックメーカーとかねいろいろあったりしますので、ご興味のある方は、まあ、会社の門を叩いていただいて、まあ、一緒にね皆さんで盛り上げていきたいなと思います。はい、それではねまた動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。